1976年「涙ぐらし」でデビューから2024年で48年の角川博司さんの今作品は作詞作曲に定評のあるレーモンド松也さんが手がけた。心に染み込む雰囲気のある曲を角川博司さんが味わい深く歌った。2024年8月7日発売の新曲「恋泣きすずめ」です。泣いちゃダメよと夜風がそっと辛いのよ女って辛いのよ。2024年8月7日発売、角川博司さんの新曲「恋泣きすずめ」でした。あと追えないで泣いてを咲か